冬来たわ。12月に入りまして、本格的に冬がやってきました。ジングルベル、ジングルベル、鈴が鳴る。もう今年も1ヶ月切りましたけれども、早すぎません？もしこの動画見てる人の中に、すいません、ちょっと今年終わっちゃうの早すぎます、ちょっときついですっていう人がいたら、こっそりちょっと相談乗りますので、きつかったら言ってください。何もできません。いやもうね、本格的に冬になってきまして、いや寒いのはね、確かに本当に辛いですよね。わかる、本当に辛い。うん、わかるわかる。でも私正直冬そんな嫌いじゃないんですよ。なんかぬくぬくするのが好きだから、こう冬はそのぬくぬく感の幸福感がすごいから、すごい好き。まあせっかくなら冬満喫したいなということで、今日はこの冬の醍醐味グラコロも買ってまいりましたので、冬を満喫していきたいと思います。グラコロ、グラコロ、グラコロ、グラコロ。We wish you a Merry Christmas. We wish you a美味しい。濃厚ですね。トロトロでクリーミーで美味しい。今年のグラコロは普通のグラコロとビーフデミチーズグラコロっていう2種類あるんですけど、私はとりあえずこのノーマルなグラコロを選びました。この卵のねソースみたいのがめっちゃトロトロ、甘々美味しいです。幸せ。なんか秋の月見バーガーもそうですけど、冬のグラコロもなんか季節感じるなって。なんかさ、このバンズがさ、いつもよりなんか黄色くてすごい美味しいんだけど、なんでだろう。あ、ふわふわの蒸しバンズはバターを増やしてリッチに仕上げたって書いてあります。蒸しバンズなんだ。もうめっちゃふわふわで、なんかねバターがすごい効いてて美味しい。
ごちそうさまでした。いやー、めっちゃ美味しかったですね。最高だわ。というわけでね、これから真冬本格化してきますけど、せっかくならあったかく楽しく冬を満喫していきましょう。おやすみなさい。最後まで動画見てくれてありがとうございました。冬はめちゃくちゃ寒いですけど、その分ね、こうこたつとかお布団に入ってる時のぬくぬく感の幸せ感半端ないですよね。まあそのせいで朝起きれないんですけどね。明日も会社だ。花金頑張りましょう。えいえいえい。